こんににちは。聞くを楽に変える慶長教育課の岩松雅文です。今日の話題はキャリコンの筆記試験の勉強の時に使ってはいけないものというお話です。皆さん、試験勉強を始める時にたくさん資料を集めたりしなきゃいけないなと思って結構ですね、頭いっぱいいっぱいになるんじゃないかなというふうに思うんです。今年のキャリコンの筆記試験は11月、今が10月にそろそろ入る9月の末ですので、 もうね勉強を始めてる方たくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います自分が何を使って勉強するのかこれはもうちゃんと定まっているでしょうか何を使って勉強するのかが定まらないと勉強ってはかどらないですよねつまり何を使うかが決まるということは何を使わないかこれも決まってないと勉強が右往左往してしまってなかなかはかどらないということになります そこで今回はキャリコンの筆記試験勉強を進めるにあたって使ってはいけないもの今のうちから除外しておいた方がいいですよというものをお伝えしていきたいと思いますこのようにしてこの番組では経長ですとかキャリアコンサルタントということで心と脳の使い方についてのお話を主にしていきますのでよろしかったら下の方からチャンネル登録の方をお願いいたします はい、ということで、まあ、いよいよ試験が近づいてきまして2ヶ月ぐらいですから、まあ、かなり本気になっている方が多いんじゃないかなというふうに思いますで時期的に言うとですねちゃんと自分の勉強の仕方というのが固まっている方にとっては今から1ヶ月ちょっとという時間はキャリコンの合格をするのに本当に十分な時間だということができますしかしまだどのように勉強を進めるか決まっていない方にとってはもうかなり時間が差し迫ってきて 全体の自分がやらなきゃいけないと思っているボリュームに対して残されている時間っていうのはかなり少ないなって感じている方もいると思いますそんな方の勉強が少しでも楽に進めばということでですね今回はまあ何を使うかということもそうなんですけれどもこれは今から今から今更使わない方がいいですよというものをお話ししていきたいというふうに思います、はい、ではもったいぶっても仕方がないので結論から申し上げます このキャリアコンサルタントの筆記試験に今からであっても前からであっても時間がある人もない人も使わない方がいいものこれはですね人からもらった資料です人からもらった資料これはね使わない方がいいですねはいあの実際私自身もキャリアコンサルタントの試験を受ける前に産業カウンセラーの試験 を受けましたもう今から10年で、その、この動画の中でもお話ししておりますけれども、私はそのキャリアコンサルタントじゃないや、えー、と産業カウンセラーの試験を引き落ちたわけです。それがきっかけで、今のように記憶の講師を目指すというか、そういうふうになろうというふうに思ったんですね。はい、で、産業カウンセラーの試験を受けたときに、うん、いろんな人からいろんな資料をいただきました。なんか、ネットでですね、 産業カウンセラーの筆記対策みたいなのをやってらっしゃる方がいてそこの勉強会に行ってそこで資料をもらうということもありましたしあとは同期の方からその方が今まさに勉強している最中の資料を頂い,いてその資料をもらうということもありました。あるいは やっぱり情報を集めるのが上手な方っていうのがそのクラスの中にも何人かいらっしゃいましてどこからかわからないんですけど回り回って資料を手に入れたのでそれもどうぞという形で頂い,いたこともありました、えー、でもですねその資料を頂い,いた時にまず最初に思ったのがとても綺麗にまとまってていい資料だなっていうのが第一印象でした。 でも実際にそれを使って勉強がはかどったのかって言われると実は全くはかどらなかったんですね。これにはちゃんと理由があります。今だからわかる理由があります。ですのでね、今から皆さんが同じ列を踏まないためにその理由をちゃんと理解していただければいいかなと。そして正しい勉強の方法をしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。じゃあなんで綺麗な資料をいただいたのにそれをちゃんと勉強に使うことができなかったのか。 その理由は簡単でですすつしかないですそれは人が作った資料がきれいにまとまっている理由はそれを資料をまとめた人の頭の中で整理がされているからきれいに作られているわけですつまりその資料を作るまでにはいくつもプロセスを踏みながらなかなか試行錯誤をされてうまくいかないなっていうこともねありながらやってきてると思うんですよねその試行錯誤をするという作業そのものが実は 脳のの中にに記憶させるのにとても効率的なな覚え方なんですつまり表そのものが記憶力を高めてくれるのではなくてまとめるという作業そのものが記憶をさせていくわけですからそれを完成された資料だけいただいてもまとめた方はねその資料を見れば自分がどういうふうにまとめてきたのかその歴史がちゃんと頭の中に入っているので資料として十分使えますが同じ資料を見ても それをただもらっただけの人はそのプロセスが全くないわけですから覚えるプロセスを通してないので出てきた結果だけもらっても眺めてもですねそれは脳の中には入りませんですから人からもらった資料というのを眺めながら覚えるこれはもうやめた方がいいです、ね、そろそろ時間がなくなってきたから自分でまとめている時間がないだから効率よくまとめられている資料を見てこれを見て試験に臨む っていうのはもうアウトですやめた方がいいです、はい、ですすので当然皆さんがやるべきこと今からでもやった方がいいことは自分専用の資料を作るというこの作業をしてください自分専用の覚えるための資料作りをするのをやってみてくださいでその作る資料はノートではなくてノートに文章を書くによる表がいいですね表です エクセルです。もっと具体的に言うと。エクセル。他の動画でもすでにこのお話しておりますが、えー、っとですね、文章を覚えるってできないんですよ。で、なんて言うんですかねうんと。例えばカウンセリングで言うと、相手の方が要するに伝えたいことのことを主訴と言います。要するに伝えたい核となる部分のことを主訴というふうに言いますけども、 主層をちゃんと理解できればカウンンセリングっていうのはしっかりと進むことができるように勉強というのもそのバーッと羅列されてる文章の中から要するにここが大事だよという文章の主相を読み取ることができればそれを深く理解できて勉強がはかどるというこういう仕組みになります。ですからまさにまとめていくという作業はつらつらと長くパッと見ね同じ価値にしか見えない。どこに ポイントがあるのかわからない文章の中から自分なりのポイントを抜き取っていくという作業それが表を作るということですその抜き取るという作業をすることによって自分の記憶の中にちゃんと入っていくということですからこのプロセスを飛ばしてしまったらそれはつまり勉強をしてないということです勉強をするというのは表を眺めて覚えとする行為のことではありません自分が必要な情報を たくさんある情報の中からピックアップをしてそれを表にまとめていき自分専用の覚えるる表をを作っていいくこここと、ととれが勉強をするということです。うで当然その後にその表にしたものを覚えなければいけないというプロセスは入ってきますがもうその手前の段階で表を作った時点で表を作るという行為をしている時点で勉強っていうのは始まってるんですね。 でむしろそのプロセスこそが時間がない時に表を作るという行為をすることそのものがあなたが一番手っ取り早く確実に勉強を進める方法であって人から与えられた資料を見て眺めて入るほどの記憶力は特に大人にはありません。何度もお話ししてますこの動画の中でも何度もお話ししておりますが人間の記憶は あいくつかのこう記憶力っていうのはいくつかの段階に分かれておりまして子どもの頃というのは無意味なものであろうが何であろうがとにかくまだ脳の中に情報が少ないのでえこう何が入ってきても比較的自由に記憶することができるでこれが大体しかし大人になると経験をしたものしか記憶に入っていきません。 それはなぜか人が生きる上で自分に必要な情報というのを人間は記憶しようとします大人になると社会に出ていろいろやり始めます学生時代のようにただ毎日同じ学校に行って往復して暮らせばいいというわけではないので社会で生きるためにはいろんな経験をしたことを記憶していく必要があるわけですなのでこの経験記憶というのが大人はしやすくなっていくそれを必要としてきますので脳は ですから勉強しなければいけなくなった時も経験記憶に置き換えながら勉強するのが最も効率がいい学習の方法になりますそしてまさにいろいろ資料があるあるいは人からもらった資料も含めてそういう情報の中から自分でまとめていくという作業が最も大人の脳みそに合った学習方法になるわけですそれをすっ飛ばしてですね一番学習が効率よく進む方法をすっ飛ばして 表だけ見て覚えようとするということはまさにですねこうちぐはぐになってしまうわけですですので是非人からもらった資料を眺めて覚えようとするこれを試験勉強に使うのは NG ですそうではなくて頂い,いた資料があってもいいんですあってもいいんですがそれはもうね結構コンパクトにまとめられてるとその表そのものが何を言わんとしてるかっていうのがもらった側には全くわからないことがあるんですね だからまず一つはコンパクトにまとまってればまとまってるほどそれは自分にとっては使いにくいものである可能性があります作った人にとっては非常に使いやすいんですけども意味がわからないわけですだからまずは使わない使わずに、まあ、せめて使うんだったらその資料にまとめられている対象の箇所の特定のために使うぐらいにとどめておいて そのいただいたコンパクトにきれいにまとめられている資料があったらそれは自分が持っているテキストのどこに該当するんだろうかってこういう確認に使うぐらいだったらいいと思いますしかし実際に表にまとめていく情報はもらった資料からいきなりそれを転記するのではなくて自分の手元のテキストの中からテキストの中からその対象となる情報をちゃんとですね自分なりにここがポイントだろうというものを抜き取って表を作ると 伝わってますでしょうかですから、えー、表のねいただいた表と自分が作った表のカバーする学習範囲としてはカテゴリーとしては同じであったとしても中に含まれている情報は人からもらったものは使わないことをお勧めします、えー、そうではなくてその対象の箇所から自分が持っているテキストの箇所を見つけ出してそこを見ながら 私に必要な情報はこれだな私はここが重要そうに思うなという場所を特定しそこに書かれている情報を表にまとめていくこういう使い方であれば人からいいいた資料とううのも使いようがありますしかし考えてみますとどこが重要になるかというそのカテゴリー場所の特定に関して言うと何も人からもらった資料を使わなくても 例えば講義の中で先生が言ってくださってるのを聞くというのもあればもっと簡単な方法は皆さんは試験を受けるわけですあなたは試験を受けるわけですからその過去にある過去問がキャリコンの場合はあるわけです産業カウンセラーの場合は違います 産業関連の試験は過去問が基本的にないので場所の、ね、ど,こにどこが過去に出た範囲だったのかっていう設問を全部特定するっていうのは困難だったりしますけどキャリコンの場合は全て過去問がオープンになるわけですからあ少なくともウェブ上で過去3回分っていうのはオープンになっておりますよね。それがどこから出題されてるかっていうのを見れば自分が覚えた方がいい試験範囲がどこが そののカテゴリーが対象になるのかっていうのは特定できますよねえね、ー、もっと言えば過去問を見ればどういう出題のされ方がされているか例えば括弧でこう抜けてる単語を選びなさいみたいな質問だとしたらどの単語とかどういう類の単語が質問されるかっていうのがまさに過去問そのものに答えが書いてあるわけです。 ですから人からいちいち情報をもらわなくても過去問でどこが出たかを確認をしてその対象のところになりそうなものからピックアップして表を作ればいいだけですからそもそも人からもらった資料を使う必要がないということになりますですのでもう一回まとめますと人からもらった資料というのはそれをまとめた人本人にとっては非常に 効率よくまとめられる使える資料になっているんですけどもそれをもらった人にとってはまとめるというプロセスを経てないので全く資料としての価値がないそして中で書かれてる情報はまとめた人が分かりやすいように書いてあるものですからそこがねぱっと見綺麗に見えても自分にとってはそれは価値があるというふうに感じてない、えー、資料ですのでね。 それから表を眺めるという眺めて脳に入れるという作業そのものが人間は苦手ですので特に大人は苦手ですのでそういう覚え方がそもそも自分に合ってないそれからもし自分が覚えたい範囲をちゃんと特定したいんだったら人からもらった資料を使わなくても自分の習ったが学科の中で大事だと思ったポイント あるいは過去問の中で実際に出題されているポイントからカテゴリーを抜き出すことができる確認することができるわけですからそもそも人からもらった資料を使う必要はないということですねで、はい、ですのでね。 あのどうしても不安心理から外からたくさん情報を集めたくなるっていうことがありますがこれが落とし穴です情報を集めれば集めるほど覚えなければいけない範囲と量がどんどん増えていって余計に不安になるっていうことになりますねですので他の動画でもご案内しております、まあ、下の方にリンク貼っておきますのでよかったら見ていただきたいと思うんですが情報テキストはできるだけ少ない方がいいということで ぜひですね、人からもらった資料は使う必要がないので、ご自身が大事だと思っているポイントを表に書き出して、できればね、この Excel、これ、マスが区切られてますから、あんまり長い情報を入れ,る入れなくなりますよね、コンパクトに Excel の中にまとめて、覚えていくということをお勧めしたいと思います。ということで、今回はキャリコンの引き資源の時に使ってはいけないものというお話をしました。もし今日のお話が ちょっとでも参考になったよって方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録の方をお願いします。それではまたお目にかかりましょう。さよなら。